い、どうも、ガイガツです。今日はこれですね、スモークスターターキットを使って燻製を作っていきたいと思います。4000ぐらいですね。今ちょっと開けてみたいと思います。ちゃんとチップも入ってますね。これあとフック、あ、温度計も入ってますね。あとこれもスモークウッドで、これが本体です。じゃあこれを組み立てていきたいと思います。こうですね。はい、できました。こんな感じですね。ここにこれを入れて、でチップとかでこう焼いていって、ここでいぶされるということですね。はい、じゃあこっちは本体の準備ができたので、今度は、今日さ、スモークウッドですね。今日のスモークウッド、トゥルルルルルッ、桜のスモークウッド。はい、今日はこの桜のスモークウッドを使って、いぶしていきたいと思います。で、いぶす材料、ベーコン、はいはいはい、あと明太子、これも美味しそうですね。なぜからしを買ってきてるのかもちょっとわからないですね。そのノーマルの買ってこないっていう謎のね、ごめん豆腐、これも味がついたら美味しいかなと。あとこれも、ハマチとか、あと温泉卵をスモークしたら、まあ、ゆで卵のスモーク味になるのかなと思いながら、あとサキイカ、味ついてるのにさらにスモークにするっていう。あとこの辺が、かば焼きさんと綿菓子、これ味がついたらちょっと面白いかなと思って買ってきてます。はい、じゃあ今火をつけたので、入れていきたいと思います。これですね、ちょっと違う、あれ、あ、ごめんこれ蚊取り線香だった。っていうのを、置いときながら、これが桜の木になってます。火をつけてここに入れていくっていう、やっていきたいと思います。じゃあ、桜っぽいわ、入れていきたいと思います。で、蓋をして温度計で温度見ながら調節していきたいと思います。はい、じゃあ今2時間半ぐらい経ったので、ちょっと見てみたいと思います。大体今75度ですね。はい、いきます。3、2、1。おお、めっちゃ色ついてるやん。すげえ。おお、いや、めっちゃベーコンうまそうじゃない。明太子、卵、あ、卵だ、あれ、辛っすけどね。辛い地味に豆腐も味がついてそうで。じゃあちょっと食べていきたいと思います。やっぱね、燻製にはワインですね。これ一緒に食べたいと思います。まずベーコン、あ、すごい匂いがついてる。いただきます。桜といえば桜かな。あ、美味しい美味しい。ワインと飲むとやばい、お酒が進むわ。いくらでも飲めちゃうわ。こんな感じですね。食べたいと思います。うん、辛いな。なんで辛子にしたんだよ。でワインと飲むとうまいな。はい、次ハマチです。本当に結構いい色してますね。本当にスモークされたっていう感じ。あ、これが一番スモーク感ある。美味しいかは別として、これめっちゃスモークされてる。うん、
スモーカー大佐ぐらい。ちょっと若干色がついてるのが分かりますかね。食べ飲みます。うん、色がついた豆腐ですね。あとはまあ、かば焼きさん、もうこれは燻製さんと僕は呼びます。出すなよ。より硬くなった。以上。サキイカの燻製。今日カピカピになってますけど。あ、匂いもしますね。カピカピになってるだけですね。最後温泉卵。これは熱いよ。ゆで卵になってるわ。殻が苦いんじゃ。もうやってみてください。ありがとうございました。バイバイ。